あのこう見えてもですね、うん、牧師やってるんですけど。いや知ってますよ。知ってた。知ってますよ。で教会スタートして10年経つんですよ。はいはい、初めてね葬儀の詩式をしました。うん、今更言われても知ってたで。あ、まああの健太に相談してたもん ね、うん、そうですね。まあ結構ね頼りになったわ。あ、よかったです。まあ多分初めてじゃん。初めてとかいろいろあったやろ。結婚式は何回かしてたんですけど、うん、まあ葬儀ってさ、うん、急やから結婚式と全然違うよな。まあそうね、雰囲気ももちろん お祝いとね悲しいっていうのもあるし、うん、まあ、真逆と言ってもいいかもしれないね、うん、まあ事前の準備をこう迅速にね、うん、しかもご遺族に配慮しながらやっていく必要あるから、うん、まあ神経も使いますよね。そうですね。でこのご遺族の心に慰めと希望を語るということをこう意識したんですけどね。はい、合格。まあ、あの健太のアドバイス通りやけど、うん、まあまあ、うん、まあまあまあいろいろ聞かれましたけどね、うん、まあまあまあやっぱりねプロから言われるとね、うん、やっぱ嬉しいですけどね。まあまあでもそのうちねやっぱりまあ慣れるというとあれやけれども、うん、まあどういうふうに進めたらいいかっていうのも分かってきますよそれは、うん、だってもう数えきれへんぐらいやってきたやろ。そう、まあ、数百件はやってきたしね。まあ知り合いの教会なんかだと毎年葬儀だけで20件あるって言ってたんですよ。それは多いですね。まあ大きい教会ですけどね、うんうん、まあそうなると大変ですよね。うん、でもまあ教会って、うん、まあ、生まれた時誕生祝って、まあ、最後は死を受け入れる場所だからね、うん、まあ、ゆりかごから墓場までっていうのが教会ですよ。まあそう考えると教会ってめっちゃ大切な地域のコミュニティやな。いやほんまにそう思う。あの、うん、日本が失ったものが、まあ、教会にはあるってことですね。はいはいはい。まあ、それはほんまに葬儀の仕事してなが ら感じましたね。うん、でまあ、やっぱりその教会の中でもいい死に方というかね、そういうと、うん、いい死に方がまあできたらいいなと思うもんね。でそのやっぱり葬儀って意外にこうその死ばっかり目に行きがちやけども、はいはいはい、その人の生き様みたいなのが現れてくるわけですよね。なるほど、なるほど。でやっぱり人生の総決算っていうのが葬儀やから、うん、まあ、どんな生き方してたかっていうのも結構わかるもんですね。なるほどね。いや、やっぱなんかねこういい人生を送るっていうかね、うん、走り切るっていうか、うん、まあそういうのを葬儀の式して思いましたね、うん、まあ、家族を愛して、まあ、その地域の人をね、うん、愛していけたら、うん、まあいいんじゃないかなと、うん、まあそうすることによってこういい葬儀をね迎えることができるっていうか。そうですね、うん、やっぱりその人を愛した人は愛されて惜しまれてその葬儀にもみんな参列して見送られるっていうのは間違いないと思うし、うん、やっぱりその死を意識しながら生きることって実はねほんま大切だと思ってるんですよね、はいはいはい、まあやっぱり若いと意識しにくいと思いますけど、うん、でもやっぱりそれは若くても年がいってても同じかなと思いました、ね、まあね人間っていつ死ぬかわからないですからね、うん、まあ死なない人っていないからね。もちろん。まあどんな死を迎えるのか一度ラジオの前のあなたも考えてみてください。